でもうなちゃんどう？いいと思う。うなさん優しい。令和3年6月、1ヶ月で2度の失恋を経験し、絶望の淵に立たされるも、真実の愛を勝ち取った唇坊やのサクセスストーリーを追った佐野智則、52歳、バツイチ。千枚はごま油と塩で食うよ、うん、ネギとニンニクと揉んで丸飲みするタイプの佐野さんは恋も丸飲みでうのみ。お前俺のこと好きなんだべ。なんでか知らねえけど、こんなおじさんを変わってんな。この駆け引きで勝ちを確信した佐野さんは数分後、じゃあ付き合ってください、お願いします。はい、レイナちゃん、これはちょっと今は無理だよ。こうして佐野の2021年一発目は無残に散った。そして10日後、ジャンマン手をつないだらつま先立ちになるから、それデートの話かい。ダメだこりゃ。コラボに上がったミーさんと急遽付き合い宣言をした佐野さん。いやお前が読めよ。お前俺の女になれねえぞ、このコメントさばけなかったら。あ、なんで俺がいいのかがよくわかんない。そこはお前聞いてみ。聞き覚えのある社交辞令を信じてしまう佐野さんの上トークにアンチ視聴者からも心配の声が上がった。どこがいいんですか。いやまあ私はあの、まあ、彼線なんですよ。彼線、いわゆる。でね、なんかそういうのもあってね、ま、年上の人が結構私タイプですけど、その好きとかなんとか関係なくて、いつもなんかコンビニってずっとお弁当買ってるのとかも聞いて、作りに行ってあげたいなっていう気持ちはあったんですよ。純粋に心配してあげたいというか、純粋に人として心配というか。おー、みーちゃんと喋れてんだ。心配を恋心と捉えていた佐野。婚姻届書いて持ってこいよって言ってくれたから、自分の方が先死ぬやろうから、もうまあ、それは保険かけて、俺にかけてお前に入るようにいいんだよ。就活を見据えたお付き合いを考えていた佐野。あの、俺の新しい彼女になった人を紹介枠だから、よろしく。あ、そして10日後、準備されてんね。来犯した金馬へと飲む養分伊藤に加え、佐野とミーが初対面を果たしていた。あざーす、ありがとうございます。ミーは後日談として佐野と対面した際の感想を語った。いやもう私ももうびっくりした。もうだって隣におるだけでもうめっちゃ手震えたもん最初。うーわーと、やっばーと思って、金映えさんやーって、もうぐーって、やばいやばいやばいって。後ろ見たらライラさんいるって知らなくて、後ろ立ってたライラさんになってなって、嘘やろってなって、もうあ、なんかちゃんまんが行くぞって言ったから行ったけど、あんたたち行くわよ。帰るわけねえだろ。俺は帰るよ。ダメだよ、連れもいるんだから。佐野は恋に敗れた。そして1週間後、養分伊藤宅に身を寄せていた金映と元カノ玉による抗争が勃発した。髪の毛も何千本もむしり取られて、髪の毛を何千本もむしり取られた金映は伊藤宅を飛び出した。ようごめんな、行くわ俺。そして玉を家に置いておくわけにはいかない伊藤は近場で取ったホテルへ送迎。
分かった分かった分かった謝れよお前ら分かったと振り返った伊藤はコンビニ前で逃走した。ピー。コンビニ前でたむろしていた金馬へはタマと再会し和解。夜の帳へと消えていった。ピー。そして6日後、佐野さんのもとへ行き場を失った一人の女性が舞い込んだ。でもうなちゃんどう思う？いいと思う。うなちゃん優しい、ね、男らしい、男らしくないけど男らしいと思う。早速床に押し付けながら会ってみた感想を聞く、いつものパターン。佐野さん明日な、どっか行くんだもんな。サザンオールスターズ涙のキスを BGM に、数時間前会ったばかりなのにすっかり恋人同士の佐野さん。サマー無料ですよじゃないよ。実にこの女性は金梅さんと別れを告げ行き場を失ったタマさんだった。だって一人で男が水族館行ったってしょうがないだろ。そうだね。おこの魚よこれよこれよとか俺が言うから。近い将来を楽しそうに語る芝居仕立ての佐野さん。今までここ散々だったからもうね、大阪編早くも東京帰りたいなって思ってたけど、大阪嫌って思ったんだろう。思っちゃった。でもうなちゃんと会ったら別に大阪もいいんだよ、いいとこかもなって思ったよ。うなちゃんは俺はいいんだよ。大阪のなんとか大使になるべきだよ。なんとか大使に。佐野厄寄せ大使だよね。ここに任命します。大阪のその厄寄せ大使。うなちゃんはね、その余裕があるの分かる。余裕がかっこいいわけで、なあそのね、かっこよさがない。じゃあ俺の女になるか。うん、なあ、うん、なる。うん。俺はお前のことなんか何も助けてやれねえぜ。帰るんだったら帰れないよ。うん、俺はもう一人で。先に公言する助けられなかった佐野さん。ただインターネットで何かあった時は、うん、俺はこいつぶっ潰してやるから。本当？ぶっ潰すに決まってんじゃねえか。てめえの女にガチャガチャ言ってやるから。ほんと？え？思わぬ宣戦布告に怯える養分伊藤さん。一発で本当に？あいつら全員ぶっ壊す。もう見て見ぬふりはしない。佐野さんは仮の世の姿を封印し、強いうなちゃんマンとして共に生きていくことを誓った。だってあいつら全員うなちゃんマンに逆らえるんだったらやってこいよ。だよね。あるから。そうだよ。こうして佐野さんは今日もインターネットの世界で生きている。生きている生きている。大丈夫。まあ、女になんなくても